まあ、現金配ってほしいっていうことなんです。はい、どうも。今現在コロナウイルスの正体が何なのかは、まあ、さておきですね、少なくとも多くの日本人がですね、日本社会がですね、まあ、いろいろな影響を受けているのは間違いありません。 Facebook の友人とですね、こう会話している中で、あ、この動画ちょっと作ってみようかなと思って今日は選んだ次第です。それではどうぞ。南州大井くんという西郷さんの言葉からですね、まさに今にぴったりじゃないですか。これ消費税なんかもねありますし、それではいきます。租税を薄くして民を豊かにするは、すなわち国力を養成するなり、ゆえに国家多端にして財用の足らざるを苦しむとも、租税の訂正を各種し、上を損じて下を虐げぬものなり。これ今財務省とかに行ってね、大きい声でこれ所読したらどうなんですかね。ね、言いたくなりますよね。上を損じて下を虐げぬものなりってね、叫びたい気持ちでいっぱいです。あ、税金ばかりじゃないんですけどね、なんか日本中にこういう空気がね蔓延してるような気もしないでもないんですよね。まあ、そういうのをね直していくには今ちょうどいい機会かもしれませんね。ちょっと現代文で読んでみたいと思います。ちょっと今所属したのよりも先があるんですけどね。はい、行ってみます。税を軽くして国民を豊かにすれば国力も強くなるものである。だから国家が多くの課題を抱えて財政が苦しくなったとしても、政府が我慢をすべきであって、税の制度を変えて国民に重税をかけるといった政策を取るものではない。財政が不足して悩むような時、必ずと言っていいほど小賢しい小役人を使って民を責め立てる、あの手この手で国民から絞り取るといったことをさせる。なるほど、これ明治の言葉ですけどね、まさに今ぴったりなような気がしてしまうのは私だけでしょうか。はい、ここで言う小賢しい小役人に今の財務省が私には見えるんですね。頭のいい人が小賢しい役人になってしまうと、やっぱりそれを見てる国民も小賢しい国民になってしまうような気がしますね。悪口ばっかり言うんじゃない、私たちもですね、そういう小賢しい役人が生まれないように見張る政治家を選べるようにしときたいものですね。まあ、これはね、そういう政治家を選ぶ目を養うというんではもうね、そういういい機会なのかもしれません。このコロナ騒ぎというのはですね、もうね、この西郷さんの言葉を見てると本当にそう思えてきました。まあ、そのきっかけ作ってくれたこの Facebook の友人にはね、感謝をしたいと思います。では、名言を言えば元気が出る、この政府の政策で元気になりたいもんですね。まあ、現金配ってほしいっていうことなんですけどね。はい、現金配ってほしいって堂々という私も十分小賢しくはあるんですけどね、まあ本心ですね、結構苦しいんでね、よろしくお願いします。